異上城は、日立国久寺軍第五村に築かれた、日本の城の一つである。追記時期は不詳だが、室町時代と言われ、日立守護、佐竹市所流の北坂井出氏の文家、寄上氏の当主、寄上明義が築城したとされる。別称を、花輪館とも言う。代々、寄上氏の居城であったが、寄上義長に実施がなかったため、佐竹氏の所流山入氏市より養子が入り、 頼上宗義が上司となった。以降、山入氏の実質的な一族として、佐竹氏の家督相続において、山入氏が本州家である佐竹氏に背くと、頼上氏も山入派として行動した。ことに、山入氏とその一族である頼上氏は、室町幕府における、関東の統治代行者である、鎌倉公方ではなく、足利将軍家を直接の主君とする京都府知州となっており、 鎌倉久保特防に忠説を尽くす守護佐武氏とは、緊張関係を保つようになっていた。その後の大二23年、犬県上杉家の当主で、前、関東管領上杉全州が、足利光高を報じて、鎌倉久保を、足利持氏に無本した、上杉全州の乱において、頼上氏が、全州方に立ったことで、頼上氏とその居城である頼上城は、 鎌倉久保の追悼を受けることとなり、久保から派遣された里見家元の攻撃を受け落城した。以来、廃城となり、現在は上司の身残る。ありがとうございます。